おはようございます、えー。今日の話は、ノーイング、えー、という安藤美久雄さんの本の中から同名の題で書きました。ノーイングによって導かれていく世界があると知ること、それがノーイングを引き寄せるアンテナになります。そのアンテナが立っていると、未来からのお知らせがきた来た時に、ピンと来て受け取ることができます。本来はどんな人でもこのアンテナを持っているんですが、残念なことに多くの人たちのアンテナが錆びついていてしまってるか、 アンテナを持ってていいいることにすら気づいていませんなぜなら子どもの頃にこれをやりたいと思っても親の教育方針によって抑え込まれてしまったり気づいたことを口に出すと「余計なことを言うな」と怒られてしまったりというような経験を重ねるうちに自分の気持ちのままに行動することにブレーキがかかってしまうからです。 自分が素直にやりたいと思ったことが否定され続けたり気になる物事があっても頭で何かと理由をつけて薄毛し続けたりしてしまうと直感が降りてくり生きづらくなりますせっかくのアンテナが錆びついて使えなくなってしまうのです例えば次の類のようなことをあなたは経験していないでしょうか以前からイタリアの建築物に興味があり一度は行ってみたいと思っている本屋でイタリアを特集している雑誌を見つけて手に取った 久しぶりに会った友人の妹がイタリアに留学しているそうで一緒にイタリアに遊びに行かないかと誘われたとても行きたいけれどあまりお金に余裕がないし会社に有給申請するのも気が引けるのでまたの機会にしようとも幼なじみが会社勤めをしながら小さな劇団を立ち上げたチラシ作りなどを手伝っていたらちょい役で芝居に出てもらえないかと言われた実のところ子供の頃から女優に憧れていたのでとても嬉しかった でもこれまで演技の練習などしたことがないので自信がなく結局は断ってしまった。ノーイングは自分との信頼関係によって成り立ちます。例えば何度ランチに誘っても時間がないお金がないとありこれ理由をつけて断り続ける人がいたらそのうち誘われなくなるでしょう。同様にせっかく直感やひらめきが起きてもそれに応えずにいるとやがて未来からのお知らせは来なくなってしまうのです。 普段からピンときたことや何か気になるという感覚を無視せずに行動に移していくと自分との信頼関係のパイプは太くなってきますノートルダム精神女子大学の名誉教授の安江久仁先生も量子力学的に言うと未来と過去が今を決定すると言っていますつまり過去の延長線上に今があるのではなく未来から今が導かれているということです 一般的には直感とかむしろ知らせ体力感という不思議な感覚のことです。